みなさんこんにちはククルバナでアイミュージック略してク,ククラブの時間がやってきましたククルバナからやってきた鈴鹿とあれ訓練生の馬マチです夏美とはい、ヨギですよろしくお願いしますここでククルバナの紹介をしたいと思いますお願いしますククルバナとはギノワンシー大闇ある 就労移行支援事業所、はい、みんなで就職目指して頑張っているところです、はいはい、ありがとうございます、えー、このラジオはタイトルそのまんま音楽好きによる音楽好きのための音楽が苦手な方もお好みの曲に出会えるかもしれないミュージックラジオチャンネルその名もククルバナでアイミュージック略してククラブです えー、今日のテーマはですね6月に入ったということでですね、うんえー、6月といえばあれですよあれ6月わかりますか梅雨梅雨惜しいですね <laughs> これ多分前やりましたねまあね <laughs> 耳の日み耳の日耳の日うん惜しいかな <laughs> お惜しいな <laughs> <laughs> い6月といえばあれですあの,の四季四季四季あげる四季といえば四季 あれですよ6月によくあげる式といえばなんだろうなわかんないなー <laughs> うーん <laughs> わからないのかい、えー、結婚式です6月はジューブライドっていうじゃん直訳すると6月の花嫁です <laughs> <ん>、えー、ちなみになんかヨーロッパはあの恋人の日っていうのがあってそれが6月12日らしいですよ<ー>、まあ、ということでこ今日のテーマは勝手に愛っぽい曲を流しちゃいますです勝手に流しちゃいます であなたの結婚エピソード、憧れる結婚式などお待ちしております。えー、宛先は、e、イメールアドレス797アットマーク f m g, com m <laughs> <laughs> g i n o 1 c o m 7 9 7 f f m g i n o w a n c o n ックスは098-943-0094、098-943-0094。 また f m g i ワンでは f m g i ワンのホームページや YouStream ツイキャスで映像と音声を配信しています、えー、ツイッターも連動していますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いしますそれではここで勝手に1曲流してます、はい、えっと2011年リリースアルバム First Sight からレクさんレイクさんの曲へ、えー、君への ラブソングですどうぞ。 レイクさんの2011年リリースアルバム「ファーストサイト」から「君へのラブソング」をお届けしています、えー、さて本日のテーマ勝手に愛っぽい曲流しちゃいますなのですが6月に入ったということなので皆さんの結婚観に触れてもいいですかっっててダダダメメ <laughs> <の> <laughs> メか うんじゃあ話変えようかなじゃあ,あのレイクさんのお話をします <laughs> あの多分皆さん分かるき一度聞いたことはあると思うんですけど <laughs> あの100万回の「ILOVEYOU」って曲分かりますか分かるかな多分聞いたら分かるかな2 <laughs> 二人とも怪しいぞ顔が。 多分聞いたら分かると思うんですよ結構 CM とかでガンガン流れてるんですよ上間さん知ってるんじゃない ?100 万回の「アイラブユー」知りません <laughs> <laughs> 知らないのかうん夏美さんも知らないの知りませんあら,あら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 知らないか <laughs> 結構ねあのー、CM でガンガン流れてるよ でも曲聴いたら多分ね <laughs> 分かると思います <laughs> じゃあ結婚の話ができないということで <laughs> どうしたらいいですかやってみたらいいんじゃないうん,うーん結婚したいですかちなみに相手がいないな <laughs> そこか <laughs> 今,今はね今はいないけどいつかはね <laughs> いつかはしたいですか いつか <laughs>、うん、したいですあ。あしたいんだ。いい昔自分結婚がもなかったんですよ。全然。むしろなんか仕事ガンガンしてみたいなタイプだったんですよ。あのだから。ななさんしたいですか？私ね、なんかね。うん、今は全くない。<laughs> <laughs> 今日はまだもうちょっと遊んでからでいいから <laughs> それは男遊びの方ですか <laughs> いや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 人生をね謳歌しようという意味で <laughs> それは分かります何かそれはかなんから <laughs> <laughs> うちの1個上のいとこのお姉ちゃんがいるんだけど、はい、何年前かな結構若くして結婚してて<ー>やっぱり今若いうちに 子育てを今やってるもんだから<ー>なかなか遊びに行けないっつってもうちょい遊んでから結婚すればよかったなーってされる言っててなるほど、はい、ね、多分本当にいいのが28とかですね本当にね、はい、仕事とかもお金もたまっていいそれぐらいがいいですよかもしれない、はい、同じ趣味の方が現れたらそうですね あ明明日日にでも, <laughs> も趣味の方いたら怖くなってきたから早速2曲目いきたいと思います <laughs> なんか怖くなってきた <laughs> そうだ現代の闇かもしれない <laughs> <laughs> どうしよう2曲目えー、じゃあ2005年結構昔ですね、うん、リリースのアルバム「PCD」から「t プシ p キャットドールズさんから「STICWITCH」です どうぞ えー、2005年リリースアルバム TCZ コロラプシキャットドーズさんの s t i c k w i t チ h をお届けしています本日のテーマ <laughs> 勝手にあいぷい曲を流してます、うん、先ほど結婚観について少し触れたんですけど なんかさっきあの趣味が合う人がいればって話が出てたじゃないですか。ね、明日にでも結婚しますか？<laughs> <laughs> もしだ<い>ら <laughs>、じゃあ探してきたら <laughs> なんかうーん言ってるけど。怖い怖い見つめられて結婚式呼んで。<laughs> <laughs> で, <laughs> でも案外なんか自分の求めているタイプと合ってるタイプって結構違ったりしますよね。なんかなんだろう。 怖い <laughs>、うん、どうだろうこんな方と結婚がしたいとかありますか理想の人理想の人、うん、理想上間さんは何かいます理想の男性像うん、うん、<laughs> あ照れた照れた <laughs> <laughs> お金持ちとかでもいいと思うよ全然お金持ち大事大事 正直大事なのかなやっぱり <laughs> そんなに大事かな大事だよねええのもあると思います <laughs> <laughs> 正直沖縄では車の免許を持っててほしいせめてうんそうねなんか最低,、うん、最低結構車の免許を持っててほしいな <laughs> うん最低ね、うん、他に会う人かやっぱり趣味が合う人は大切ですよね 価値観とか、うん、まあそうかもね。<趣味 S 1> 同じ趣味だったらね、その同じ好きなものに行けるからね,ね。趣味はね、ちょっと考えが古い人でもちょっと困りますよね。<laughs> あのそうですよね。あのね、<laughs> うん。夏美さんは理想のなんていうけ、男性像？結婚するならこんな人みたいな？あ、同じオタク。 また、<laughs> 何オタクなんですか。アニメ。オタク <laughs> 最近、え、何アニメにハマってますか。境界線の輪廻。ああ、境界線の輪廻。マジですか。N. H. K. の。こっち系来てるね。でも、オタクって結構、あの、一途多いって言いますよね。 あのー、子育てとかもなんか一途でやってくれるみたいな感じで結構多いって聞きますよ噂で噂ですよあくまでも,いいもああとね <laughs> 一個気になったのが多分<は>教会の輪廻じゃない教会,あ<ー>教会の輪廻いらないんじゃないか,なかちょっと一人そこで止まってた <laughs> あだだから今コメント一言もなかったんだちょっと考え込んでいた <laughs>、うん、あ確かに そうしたところなんであれとかちょっとね考えてたら話置いていけ森、うん、リー。これ <laughs> なんて。そうか。どうだろう。自分海が好きな人がいいな。海海,<ー>海,海が好きな人。上山さんが反応した。海やっぱり海海が好きな人がいい。<laughs> 上山さんも納得。なんかあの将来は海の近くに住みたいとかいう人。<laughs> うん、なんかなんなんかメイクも何もしないで。 あのそのままあの将来は過ごしたいありのままの自分みたいな感じうそういう感じが理想かな本当に本当に沖縄の人だね <laughs> 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 自分はねそれで3曲目行きたいんですけどやっぱ沖縄好きなのかな自分はあの「かりおし58」さんです。<laughs> えー、2014年にリリースアルバム「大金星」からかりよし58歳で「愛を信じている」です。どうぞ 2014年リリースアルバム「大金星」からカリエシュ・ゴさん「愛を信じている」をお届けしています本日のテーマは結婚観についてお話ししてきたのですがつまり理想の結婚式ってありますか式<季>やっぱり海ですか <laughs> <ー>なんかむしろあげたくないとかいう方もいるじゃないですかうん自分はね 今一緒にいる人が海の人なんだよ海中,海中なんだよ島ん中なんだよあの人実は <laughs> だからねやっぱり海なんだよな仕方ないのかなでもなんで結婚式って海であげるんですかねうんそれ謎ですよね、まあ、ずーっとも、ね、景色がいいからじゃない <laughs> <laughs> なんかアダムとイブ的な、うん <laughs> なんでなんだろうとずっと思ってたんですようんまあ結婚って難しいなうんよくわからない最後に一つ聞いていいですか皆さんに愛を取りますかお金を取りますかお金 <laughs> 早い早い迷いもしない夏美さんはどっちを取りますか 来た自分も愛だお<っ> <laughs> 金 <laughs> 言うと思った言うと思ったけど <laughs> 待ってたよ今綺麗に2つに分かれたどっちなんだろう <laughs> 本当に大切なものってしかもね思いっきり「愛を信じている」っていう曲を流してさ「金」って言われてどうしよう <laughs> 自分は愛だと思う <laughs>、ね、なんでちなみに金だと思うんですか まあね今のところはお金がすべてなんて怖いなんか<お>女の怖いところが見えてしまった今ちょっとお金に苦労してるどうしよう <laughs> 最初ら辺に聞けばよかった最後に聞く質問じゃなかった <laughs> 最初に聞けばよかったこれ最後ら辺にやっぱり愛って大切ですよねそれでは流します愛を信じているって感じで流せばよかった、ね、あれかもしれないですよ<何>今はお金っって言って言る私がいつか

でも正直、じゃあもう、間を取って、情報大切っていうことで。半々ずついただきましょうかね。うん、やっぱり、情報大切なのかな。<laughs> うん、じゃあ、お金あって、愛もあってっていう。それこそ理想だね。あれかな、亭主、ね、なんだっけ、亭主、留守で、なんだっけ、なんとかがいいとかいうやつなんだっけ、あれ、亭主、留守で、なんとかがいいってなったじゃん。<laughs> 忘れちゃった。あ <laughs> とで調べよう <laughs> よろし。よろし なんかあれまんまもしかして <laughs> でもなんか年取っていったら価値観が変わるとかよく言うからもしかしたらなんか大切なものがそうだね、まあ、金かやっぱり自分は愛だと思いますうんどうだろう <laughs> CM ですちょっと考えておきます <laughs> どっちだろう <laughs> うん自分愛だと思うけどな、うん、愛だけじゃダメなのかなあこれは全部入ってますよマイク <laughs> 今のは全部マイクに入ってますよ <laughs> <laughs> はになりますあら <laughs> 本日のテーマは勝手に。 愛っぽいいいい曲を流ししちゃいますでお送りいたしていますクックラブまさにラブな感じで流しているんですけどうん,うん結婚難しいね <laughs> つまり自分に合う人を見つければいいのかなと思いますお金 <laughs> もう言わないでおこうお金お金で

買いに来てください。お願いします。何時から？あ、忘れた。さっきね、あの CM 中にね、夏美さん、すみません。何時から何時までやるんでしたっけ？十時半から二時半だよ。わかりました。さっきからそればっか考えてて、いざ告知の時に言わねえのかい？十時半から。ね 午後の二時半まで販売やっています。<laughs> やっています。<laughs> なんか <laughs> <laughs> やっています。やっているの。<laughs> すいません緊張してる。買いに来てください。はい。ありがとうございます。はい、<laughs> キャーさんお願いします。はい。ご <laughs> <嘘> <laughs>、はい、えー、なんかで今日共産。はい、えー。この番組は株式会社ジュータローホーム、株式会社ビッグワン有限会社。 パーソナルフードサービス有限会社サキコーポレーションハグ機構会員ヘアアンドメイクアップアーティストもと元岡各社の提供でお送りしています。皆さんどううもありがとうございうございいままままます。ままます。す、はい。そのきではメメッセーージを募集していますーメールアドレス マーク FM ギノワンドットコム、ファックスは098-943-0094で,で,<す>です。です。あと3分ぐらいですかね。なんでバレてるんだろう。シャカ待ってる <laughs> うん。もうなんかね、怖くなってきた、あの結婚観、話するの。 大丈夫ですよ必ず最後に愛は勝つらしいですよ長 <laughs> <あ>そかな <laughs> 愛は勝ちますよ勝つらしいですからでもやっぱり大切なのは愛だと思いますよ人の心綺麗、うん、こと言ってるように聞こえてる <laughs> そうねえそうなの <laughs> うんなんか昔よく言われためっちゃなんかあの あの金持ちと結婚しそうって <laughs> 一番言われたでも本当に金じゃないと思うよ、うんうん、もし今結婚に迷ってる人がいたら思うよ <laughs>、うん、なんか説得力ないけど <laughs>、うん、で正直思うよ <laughs>、うん、あ,いあれだね幸せってね違うからねうん ううん、もう何言ってるか分からなくなってきた大丈夫ですよ必ず最後に「愛は勝つらしいですから」「<laughs> 2回言った」「2>, <laughs> 2回言った」でも幸せになりたいってねちゃんと思ったらね幸せになれると自分は思いますうん人のせいで違う <laughs> な何てんてんて何て何て何落ちた,した <laughs> びったこ <laughs> で,できたかもあれかも笑ってたら幸せかもうん なんか本当にね幸せかも。<う>あ愛があるっていうよりはなんか笑ってて普通に過ごせて普通のお金があって普通に生きていければ幸せかも。<laughs> 普通になんかいることが幸せかも。<laughs> うん解決。イエイじゃあ来週も普通にお送りいたしますよ。はい、お送りいたします。<laughs> えー、ははい、はいえー、本日のお相手は鈴川と上野千エ子です。 ナツミと言い切っちゃった上 <laughs> 町エコと <laughs> アリアルカオナツとはい以上よぎでしたありがとうございます,いま,すまた来週 <laughs> <laughs>